はい、次にロケーションジャパン大賞準グランプリ受賞についてご説明を申し上げます。映画ドラマのロケ地から日本を元気にのテーマとした情報誌ロケーションジャパンにおいて毎年1月に前年1年間で最も地域を盛り上げた作品とロケ地へロケーションジャパン大賞として表彰を行っております。2013年は数多くの映画ドラマ作品から約30作品がノミネートされる中でグランプリ1作準グランプリ2作特別賞5作が選ばれました。その中で大河ドラマ八重の桜及び会津若松市がロケーションジャパン大賞準グランプリに選ばれましたのでご報告をいたします。こちらでございます。本市はこれまで八重の桜の放送に合わせて八重の桜プロジェクト対策室として専門部署を組織しロケ撮影の支援をもとより大河ドラマ館の運営やロケ地紹介などにより観光誘客及び観光振興に努めてきたところであります。今後につきましては引き続き既存の組織であります会津若松フィルムコミッションにおいて円滑な撮影環境を整え映画やテレビ等の撮影を積極的に誘致し支援し放送放映を通して本市の魅力を全国に発信することにより地域の活性化に努めてまいりたいと考えております。なお、ロケーションジャパンこちらの方のですねこちらのページがそうですねその内容となっております。私からは以上です。